陸産会事件とは、小沢一郎の資金管理団体、陸産会をめぐる事件。小沢一郎の資金管理団体、陸産会について、週刊誌が、蓄財疑惑を報じた。それに対して小沢が名誉毀損で、損害賠償訴訟を起こし、民事訴訟となった。2009年には、市民団体から、 東京都世田谷区の土地購入に関する政治資金規正法違反で告発されたため刑事捜査に発展。2010年に東京地検特捜部によって秘書3人が起訴され、2011年に検察審査会の起訴議決によって小沢自身も起訴された。週刊現代が2006年6月3日号において小沢一郎の隠し資産6億円帳を暴くと、 記事名で、小沢一郎の政治資金管理団体、陸産会が所有していると報告された。不動産は当規模上の所有者は、小沢となっており、個人資産との区別が不明確であると批判する記事を載せた。指摘されたのは、東京都内8個と盛岡市、仙台市の各1個で、計10個の一等地の不動産であり、 1994年11月から2003年3月に購入され、購入価格は6億1000万円に上った。小沢及び民主党は、週刊現代の記事により名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社と編集者らを相手に6000万円の損害賠償などを求める訴訟を起こした。小沢は陶器棒上の所有者は、自分自身となっていることについて、私、 個人としては、何の権利も持っていない、自身の名義になっている理由に関しては、権利能力なき社団である、政治団体での不動産登記は認められておらず、登記は、個人名で行われるべきことになっていると主張した。2008年6月4日、東京高等裁判所は、記事は、マンションが、小沢の個人資産と言われても仕方ないとの意見を、表明したに過ぎない。 意見の前提となる事実の重要部分は真実で論評としての意気を逸脱しておらず違法とは言えない第三者が知る機会は保障されておらず権利能力のない社団としての実態を有するかどうかは不明であることから各マンションが陸産界のものであると断定することはできないとして小沢側の主張を退りけた 小沢側が上告しなかったことから、小沢の敗訴が確定した。2009年11月、小沢の秘書3人に対して、陸産会が東京都世田谷の土地を2004年に購入した際に、政治収支報告書に虚偽記載したとして、市民団体が政治資金規制法違反容疑で告発。東京地検特捜部は2010年1月、 政治資金規正法違反容疑で、石川智弘衆議院議員や小沢の秘書である、大久保隆史と小沢の秘書一人を逮捕。また、秘書を告発した、別の市民団体が小沢に対しても、政治資金規正法違反容疑で告発した。2月に、秘書3人が起訴され、起訴上では20億円を超す、虚偽記載であり、政治資金規正法の虚偽記載罪では、 過去最大の金額となった。一方で、小沢は、権威不十分で不起訴処分となった。小沢を告発した、市民団体は、不服申し立てを行った。4月に、東京第五検察審査会は2004年と2005年の土地購入経緯について、小沢に基礎相当を議決し、5月に、東京地検特捜部が再び不起訴とした。 7月に東京第一検察審査会は2007年の案件について小沢に対し不起訴不を議決し9月に東京地検特捜部が再び不起訴した10月に東京第五検察審査会は2004年と2005年の土地購入経緯について小沢を起訴議決することを公表2011年1月に指定弁護士によって小沢が強制起訴された 2011年2月22日、民主党常任幹事会が提起した強制起訴による裁判の判決確定まで党員資格停止とする処分を、同党倫理委員会は小沢からの弁明を聴取した上で、その処分を追認し、民主党としてその処分を最終決定した。3月1日に小沢は通常の起訴とは異なるなどとして、 党員資格停止処分を不服として民主党常任幹事会に申し立てたが7月に同党倫理委員会の却下処分が常任幹事会で了承され党員資格停止処分が決定した2011年6月に裁判中に大久保や小沢との共謀を認めた石川原元秘書2人の供述調書が取り調べの問題から証拠能力がないと判断された しかし、9月26日に、東京地方裁判所は、大久保の2007年の7000万円の架空記載の、事案についての、施設秘書との共謀については、無罪としたものの、それ以外については、銀行口座記録と、政治収支報告書の不一致から21億7000万円の、虚偽記載をすべて認定した。また、大久保は2007年の7000万円の、 架空記載以外の事案で会計責任者として相手業者に不動産登記を送らせるように交渉していた事実など一連の不動産取引に深く関わっていたことから秘書二人との共謀を認定し小沢一郎の秘書三人に対し有罪判決を言い渡した2013年3月に大久保と元施設秘書の有罪が2014年9月に 石川の有罪がそれぞれ確定した。判決理由で複雑な政治資金移動の虚偽記載の動機として土地購入の4億円の原資を隠蔽する意図があったことと小沢事務所が公共工事の談合を主導する目的と水谷建設からの闇献金が認定された。一方で3人の秘書が小沢事務所に入る前から 小沢事務所と企業との癒着関係が存在したことを有利に勘定し、3人に執行猶予付き判決を言い渡した。2012年4月26日に東京地裁で小沢一郎に対し、秘書に任せていたなどの供述は信用できないとしたが、秘書との共謀が立証されていないとして、無罪判決が下された。一審無罪判決を受けた。 小沢一郎は民主党において党員資格を回復したが指定弁護士は控訴した2012年11月12日の東京高裁の控訴審でも第一審の判決を指示同月19日に上告を断念したことで小沢の無罪判決が確定した訴追された事案一覧この事件で訴追された事案は以下の通り小沢に近い与党国会議員らが 検察批判をしたが、一部議員の行動について議論が起こった。ありがとうございます。